はい、どうも、酒好きな元新潟市のユッキーです。今日は、ボーモアのね、12年をね、飲んでいきたいと思いますが、新ラベルですね。ラベルが変わったんですよ。もうすでにね、もうちょっと飲んだんですけど、明らかにね、ちょっと味がね、薄くなってたんで、ちょっとね、これはね、もう一回飲むしかねえな、と思いまして。最初に飲んだのが、4年前なんですよ。こちら、ボーモア。12年ね。かなりね、味がね、変わっております。というか、俺が舌がね、年代とともに、味覚が変わったのかもしれないです。まあいいや、乾杯。味がね、薄くなってます。4年前に比べて。旧ラベルに比べて。ちょっとアルコール臭が結構してます。辛いです。で、アルコール臭い。で、ピート香がほとんど感じられません。ほら、有名なブロガーの人の、はね、多分ね、まだね、これ新しいラベルのやつ飲んでないんですよ。あの人にね、レラさんっていう人だったか、リラさんだか忘れたけど、あの人にもう一回飲んでもらいたいですね。テイスティングしてもらいたいですね、これね。俺の舌が変わったのか、もしくはこっちが変わったのか、わかりませんが、少なくとも、この味だと、俺はちょっと、一番ね、今までね、ボーモアのね、やつが一番ね、ウイスキーの中で好きだって言ってましたけど、これじゃあ、ちょっと俺は、一番とは程遠いかなと。だから、味が、舌が変わってないとか、味が変わってないんであれば、今のところ一番は、これは全然ですね。これはもう買う価値ないでしょ。ボーモアはちょっと買う価値ありませんね。3500円出してこの味だと、正直、買う価値は全くないでしょ。で、マッカランあたりは、味変わってなければマッカランか、もしくは、以前飲んだ、ラガブーリンか。もしくは最近ちょっとうまいなと思い始めたのが、タリスカーですね。タリスカは10年です。そこにあったんですけど、久々に飲んだんですけど、すげえうめえなと思った。まあ、かなり、タリスカはこれより全然、ピート香が強いんで、これ本当に、全然ピート香感じないですね。なんだろう。辛い。なんか、ウォッカみたいな辛さ。と、以前感じてた、海の香り、潮の香りっていうのも全く感じません。何なんでしょう。全くもって感じられない。でね、俺と同じ人はいないかなと思っていろいろググったんですけど、非常にそこの、なんかね、ブログとかでね、なんかね、関係ないんですけど、ブログでね、
よくあるんですよ、最近。ブログなのに、投稿日時が書かれていないブログが何個かあるんですよ。それだと何の意味もないですよね。ボンは飲みましたって言って、まずかったです。で、しかも投稿が、日時がわかんない。それじゃお前、いつ飲んだかわかんねえんだったら、あげる意味ないでしょ。で、あと、いろいろね、その他、ウイスキーだけに限らずに、なんかパソコンのね、いろいろなんか設定とかでさ、なんかググったりするときあるじゃないですか。それで、それの役にも立たないですね。結局。れ本当にやめてほしい。ブログでさ、なんでさ、投稿日時が書いてないのかって。それじゃお前、先人たちが、役にも立たないよね。ほんと、ただの自己満ですよね。だから、2018年2月23日現在、ボーマは実にまずくなってる。俺が前飲んだのが2014年ですから。あの時はすっげえ美味しかったんです。すっげえ美味しかったんですよ。まろやかで、マイルドで、なおかつ、海の味が、塩の味がして、さらにピート香も深かった。これじゃ、この味じゃもう、2000円クラスの味ですね、これだと。2000円ウイスキーの味ですよ、これは。この程度のレベルじゃ。実に嘆かわしい。こんなの二度と買えません。こんなハイボール要員ですよ、こんなもん。これはもうハイボール要員ですね。実に腹立たしい。なんでこんなにまずくなったんだ、ボーモア。またあれか？俺がうめえうめえ言ってたら、まずくしやがって。ふざけんなよ。コクはない。コクも全くない。ね。香りもろくすっぽしない。こんなもん買う価値ないですよ。こんなの。1322です。ご視聴ありがとうございました。